史上最悪のバカが起こってしまいました。どうも皆さんこんにちは、キヨウケです。はい。なんか嬉しそういや、嬉しいっていうかさ、これなんかワクワクするよね。なんかその、バグなんですよ。皆さん、クラロワにおいてのバグ。まあね、3年間もやってたらさ、もう世界中で遊ばれてるゲームですから、まあ怒ってもおかしくないというのはありますよ。で、以前にあったやばいバグを言うと、スパーキー連射バグ。あれやばかったね。あれ、なんかね、スケルトンがたくさん、周りにわらわらいると、なんかそのスパーキーがバーン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 って撃っちゃうみたいな。僕動画出したんで、気になる方スパーキーバグで検索すると多分出ます。とか、まあ、あとなんかネクロマンサーが小屋とタワーの間に引っかかっちゃうバグで。ネクロマンサートゥットゥットゥって歩くのに、タワーと小屋があると歩けなくてずっとネクロが永遠に生成されるみたいなバグが昔ありました。昔ね。でもそんなにね、バグはないんですが、今回、なんと、矢の雨を出すと、バレルの音がするバグ。これ、ビビるよ。いきますよ、いきます。じゃあちょっと、音量マックスにしちゃいますけど、いきます。ポン。これね、いくじゃん。一回バレルの音も聞こうか。ちょっと待ってね、一回この辺さばいていく。カードをさばいていく。うるさい。一旦ね。あー、なんかバルーン、あえてなんでこんなとこで出すの？これ、クラロワのこのさ、CPU っていうの弱すぎん。じゃあ行くよ。まず、うるさいな。バレルの音から聞いてください。いきます。わかるか？ちょっと待ってください。ごめんなさい。思ったより相手の攻撃うるさかった。ごめんなさい。すいません。じゃあ、ちょっと待って、行くよ。早めに行くよ。はい、バレルいきます。行きますよ。この音です。これですよ、皆さん。この、くるるる再現むずいけど、パキンっていう音が、矢の雨を出すときにも流れるんです。いきます。さあ、矢の雨来い。初手に来い。来ない。なんで来ないの来いよ。いきますよ。はぁー、これですよ。この音が流れてたよ。これ別にバグだよ。これやばない？これ僕ね、このスパーキーデッキじゃねえわ。僕スパーキー使えないから、キヨスパを、スパーキーの部分をダクネにしたやつで遊んでんだよ。ね、そう僕スパーキーをダクネにしたやつで遊んでて、なんか矢の雨出すたびなんかバレル聞こえんなみたいな。相手バレル出してきたのかなって思ったの。これ大変なことですよ。もう一回聞こうか。いきますよ。いきよ。ほらこれちょっとね、大変なことですよ。まあ、そんな大変じゃないか。でも、僕ビビったから。一発、あれ、バレるくらいやばいってなっちゃってたからさ。はい、ということで今日はですね、こちらの動画にね、したいなって言ってた時、してなかったんですよね。ここムートなんですよ。僕、ムート型でやってて、ムートだとちょっとなんかそんな強く、微妙だったよねってなったんで、結局さ、相手のザップとかを枯渇させたいのよ、僕は。ファイボとかを。だから、結構、ダークネクロのコウモリが、ザップ枯渇になるんですよね。なんで今日は、こちらの、ダークネバージョンキャスパで、いただきますね。いきます。ポチン！普通に強いからね。普通に強いんだよ。さあ、これ僕普通にトラゲしてるんで。いきます。よろしくお願いします。さあ、どうしようかな。さあ、待って、音聞く？ちょっとじゃあ BGM オフにして、ちょっと音聞くけど、さあ、なるほどね。矢の雨打つタイミングあんまないか。矢の雨打つ時になったら音量上げる。BGM 再開。さあ、矢の雨打つ時になった、あ、いや、いきますよ。これだよ。これ、絶対ビビるでしょ。やばい。このオーブンの時間が一発、よし、オッケー。これやばない？マジでこれちょっと待って、編集でもしかしたら、今からゲーム音声流します。もし流れ、なんか、設定ミスってなかったら、僕ね、ゲーム音量今から流します。どうぞ。さあ、いきます。これやばない？これちょっとさ、作詞じゃない？作詞。錯乱できるよ、錯乱。うわ、相手うま。今見た？ノックバックでファイスペ当てたよ。うまっ。いや、うまいな、相手。マジか。これ嫌なんだよね。オーブンも結構苦手カードかもしんない。スケルトン部隊とかさ、そのガーゴイルの群れがすぐ死んじゃうじゃないですか。それが結構辛いっていうのはあるっすね。正直な話。逆サイで、逆サイ出していって、でもこれ完封されて、ザッペ辛い。いやー、これ辛い。これサンスペマジ辛くね。サンスペマジ辛い芸人なんだけど。サンスペいや、待って。でもワンチャン相手、相手結構さ、ワンチャン、ジャイカゴムで刺さるよ。行ってみようか。オーブン出してきたら、ここで、ザップで勝負して、オッケー。で、これでザップ、これ次ローリングと回ってくるっけ？回ってきてない。オッケー、オッケー、センキュー。BJ来るでしょ。BJ。オッケー。なるほどね。まあそうなるよね。俺は勝ちたい、涙がある。勝ちたいんだ俺は。痛い。嘘。いやー、こいつれ。いやー、つらさんの極み乙女。だから僕さ、このデッキさ、結構枯渇気味に戦うじゃないですか。で、枯渇気味に戦うけど、勝てないんだよ。いや、これね、たまにめっちゃ強いんだけどね。まあ、相性はあると思う、正直。なんか、相手が、こう、細かい系を処理しやすいオーブンとか持ってたり、サンスペとかだとちょっと厳しいかもしんないね。正直ね。もう一回いきますか？いきます！バチン！だからそこね、うまくどう克服するかだよね。だからさ、もうマジちょっと、これ、僕も音出しながらやるけどさ、編集で音も聞けるようにしたいんでね。はい。言います。これはどうしようかな。これ、ホグとか来る？うわぁ、そういう感じかー。ババ小屋結構僕苦手なんですよね。なんかさ、ババ小屋ってさ、なんかなんかジャイアント釣られたりするじゃないですか。それが結構苦手で。でもこれいい形作れてるな。これいい形作れてるよ。さあバレる。これやばい、最高の形で、ここでハイスピとかが警戒した。ウッド持ってるでも相手苦しいよ。いや、これ鬼のザップ枯渇じゃね？うわ、ハイスピあるし、本当にハイスピあったよ。別になんか予測してた人みたいになってるよね。そうだな。これ、いや、これスケルトン部隊出したら負けじゃね？でもかなり辛いよね。スケルトン部隊ちょっと一体出して、いやー、ですよね、です。これ、建物系辛いな。ちょっと右なんか、突破できない気もするんで、もう左ぶっぱで。もう右は、もう捨てじゃないこれ。いきます。相手のハイスペの位置だけ読みたい。いきます。いや、でワンチャンだ、全然あんだ。オッケー。これおしょ。これバレ刺さるけど、右に投げた方が良かったっすね、今ね。言ってきても削ってるよ。ご集中。いやー、これ結構、むずいな。この手札周り。むずいね。これ、いや、でも、左ダクネの形作りたいね。よろしく、いきます。いや、でも前に、これ真ん中にね、ババ小屋、そっちか。それは美味しい、それはありがたい。ジャイアンとか釣られない形がね、一番強いんだよね。出して。これね、難しいなこれ。かなり厳しい。うわ、かなり厳しいなこれ。いや、いけるいける、俺ならいける。いや、これかなり厳しいな。これかっこいいとこ見せないとね。俺はかっこいいところ見せたいんやかっこいいところ見せたいんや。よし、We can。最後はダメダメや、ダメダメや、全然ダメダメだ今日。いやーちょっと今日つらかったな。なんだろうね、僕さっき勝ってたんだけどね、さっき普通にマルチいって勝ってたのに。はい、ということでちょっとバグがあっても勝てない休憩でございました。てかローカルランキングなんか1000位までなんか出るようになったんですよね。で一番下1000位が4級なんで、ちょっとね、僕トラゲ頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。ということで、バグがあっても、勝てませんでした。まだチャンネル登録お済みの方、ぜひともこちらの顔のボタンから、チャンネル登録していただきますとね、最新の動画の通知などがいって見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画あるんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください。